こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ちょっと合わなかったな。合わなかった。そうか、うん、あの昨日はねちょっと映画見てきてね、うん、スターウォーズじゃなくてさ今すごいんだよね。なあ、うん、すごいよね、うんうん、まああんまり見に行こうと思わないけどねひねくれてるからね。うん、そう、うんうん、あの渋谷にさ、うん、アップリンクってさ、うん、まあ小さな映画館で、うんうん、いくつかあの上映のこう、ね、会場があってね、うん、何が入るんだろうな、まあ、20人とか。ああ、そうなんだ。ちっちゃいとこなんだ、うんうん、そこでさ、うん、まあちょっと変わった映画っていうかさ、うん、社会派の映画とかさ、うん、いろいろやってんの、面白いやってんの、うんうん、で昨日はさ、ファッション関係、うん、ファッションなんて関係ないんだけどさ、俺は興味も、うん、興味もなんともないんだけどさ、うん、ちょっと人に勧められたりして、うんうん、見に行ってきたの、うんうん、でこれはさ、まあドキュメンタリーでね、うん、ファッション業界今ファストファッションって言うんだって、うん、ね、H&M とかでしょ。そう、それも知らなかったけどさ、うん、だけど安いじゃんすごく、うん、ね、うん、で安いからさ、うん、みんな、うん、簡単に買うわけよ、うん、なで、うん、さっと買って、まあ本当に着ないまま、うん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 、ね、うん、どっかクローゼットに、うんうん、ね、眠ってるとかさ、うん、そんなのいっぱいあるんだ、うん、ね、でファッション業界としてはさ、うん、安いものを、うん、まあ、大量に販売していこうと、うん、で次々とこう、コマーシャルでさ、うん、流行を作るわけよ、うんうん、な、昔は何、春夏秋冬とあれだったの、ね、どうかな、うん、それをさ、うん、もう毎月のようにさ、うん、ファッションを作っ、流行を作って、うん、でみんなに買わせて、うん、ね、そういうことでこう稼いでるわけよ、うん、でなんで安くなるかったらさ、当然労働力、うん、ね、コストをかけてるってことでしょ。そう、そういうことね、うん、でそうするとこう低開発国っていうの、うん、今開発途上国とか、うん、な、そういうところにこう、仕事が回るわけよ、うん、な、で、どんどんこうねぎられるわけ、うん、ね、うん、工賃をね、うん、そして安いのでやらなくて、経営者も大変さ、うん、な、だからバングラデシュで、建物がこう崩壊してさ、うん、で1000人ぐらい亡くなったんだってな、うんうん、そんな2013年かなんかあったんだって、うん、あったかもしれない、うん、それはもうそういう医療品作ってるところで、うん、で要するに経営者としてはお金がないからさ、うん、建物にこうひびが入ってたりさ、うん、もう老朽化して、うん、もう本当に耐久性がないのに、うん、修理できなかったわけよ、うんうんうん、まあ、しなかったっていうのは、うん、でそこへこう何かすごい大きな機械とか入るからさ、うん、もう耐えきれなくなって、うん、っていうのがあったんだって、うん、まあそういうさ、何か我々知らないところでさ、うん、いろんな悲劇がさ、うん、起こってるわけよ。だってさ、日本だって昔の徐行愛しって徐行さ、うん、ずっと朝から晩までさ、うん、糸をさ紡いでっていうのがあって、うん、そうなんだよな、映画見たよ、なんか、うん、ああなんだっけ、野麦峠だっけかなんか、あ、大竹さんとかなんかがやった、なんかあったね、うん、そのね、うん、そう、だから売られてさ、うん、昔はそういう農村とかさ貧しいところで徐行さんにね、うん、出されるとかね、それこそなんだろう、遊郭に売られるとかさ、そうだよな、そんなのが当たり前だったの、うん、そうだよな、今はまあグローバルな中でのあれだな、うんうん、まあアメリカもそうだし、ヨーロッパ、日本といったところがさ、うん、ね、まあある種こう搾取する側に立ってるわけよな、うんうん、で、貧しい世界規模だってことですよ、だから日本の国の中でのあれじゃなくって、世界規模で貧しい国、そうそう、貧しい国々がさ、うんうん、まあ徐行さんみたいにさ、うん、こき使われてしまってるわけよな、うんうん、もしかしたらそれでも仕事があるだけマシっていうような国もあるかもしれない。だからそういうふうに言ってたよ、アメリカの経営者、そう言ったよ、うん、仕事を出し上げてんじゃないかって、うん、炭鉱よりもね、うん、安全だろって、そういうことはね言ってたし、まあ、そういう側面もないわけじゃない、うん、でも
ものすごい安い、本当に食うの精一杯、うん、っていうぐらいのところで、ね、だからその食べられなくて死んでいく人もいるんだ、うん、どうなんだっていうところを、うん、それよりいいだろうっていうね、多分それはそのサクセスする側としては、うん、食べられるだけ幸せだろうって、ね、四つ湯をしのげるだけ幸せだろうって、そう大事にするんだったんだぞってことなんでしょ、うん、きっとだけでもきちんとフェアトレードでさ、ね、やってるところもあるわけだからね、うん、うん、だからその理屈はね、それが本当に通るのかどうかにはちょっと分かんないけどな、うん、疑問だけどな、本当ね、あそう、うん、だからどうしていったらいいのかってことをさ、みんながどう考えるかでしょ、そう、ね、自分だけ良ければいいっていう世の中なのか、う、うん、だからね、まあ、アメリカも日本もそうなんだけどね、うん、俺ね、消費っていうのがさ、うん、中毒になってんだと思う、中毒、ね、例えばちょっと、デパートでもね、ああいう、洋品店でも、ね、うん、洋服店でも行ったりしてさ、うん、そうするともうついついなんか買ってしまうとかさ、うん、それからもうテレビなんか見てるとしょっちゅうコマーシャル、うん、ね、うん、そこでこう購買意欲っていうかさ、うん、そういうのが煽られてるからさ、うん、なんかこれも洗脳だよね、うん、だから物を買うということに中毒になってる、うん、そんな気がするんだよね、だから買わせなければ自分たちの生活を成り立たないっていう人がいるわけでしょ、うん、コマーシャルもそうでしょ、うん、どんどんコマーシャルを流すとかさ、うん、雑誌だって常に新しいね、うん、あの流行を追いかけて、うん、あのしなければ雑誌としても生き残れないとかさ、うん、もう全部そういうふうにこう回ってるわけで、だから経済のベースは消費だから、要するに消費が高まらないと経済はね、うん、良くなっていかないわけでしょ、うん、だからいかに消費を煽るかっていうふうなことなわけよ、うんうん、そういう、こう手法でずっとあの近代っていうのはね、うん、あの経済は伸びてきたわけだからさ、うん、だけどその中でそういう中で本当に、一部の人間はその恩恵を被るけれども、まあ、ほとんど大多数の人間はその底辺でさ、うんうん、しんどい思いしなくちゃいけない、うん、貧しい思いしなくちゃいけないっていうのがあるわけよ、うん、この構造は多分その、日本という一つの国の中でもあると思うしね、うんうん、一部の人たちがね裕福であって、うん、もう90何パーセントはさ、うん、もうあのある種貧困、うんうん、もうひいひいながらやってるわけさ、うんうん、だそういう社会構造があるんだよね、うんうん、だそれがどうこうね変化していくか変わっていくかっていうことだけどさ、うん、だからそういうことにね気づき始めてる人たちは今増えてるからね、そうだね、うん、だからまさしく本当コピの予言通りでさ、うん、二極化なんだよね、うん、それは、まあ、命のこともそうかもしれないけども、うん、日常生活でも全てこうなんかもう大きく二つに分かれて、うん、じゃあそれ対立すればいいのかったらそういう問題でもないと思うしさ、そうだよね、だから確かにそのさ、うん、儲かればいいんだっていうそういうこう思いの人たちもいっぱいいるわけだからね、うんうん、でもそうじゃない人もいるんだよね、そう、だってこの前なんかあったじゃん、うん、ほらあの自分のところに子供生まれたからっつってさ、うん、株式のさ何だかあれフェイスブックの人だったっけか、株式のさ、ああ、うん、そうだな、あのもう未来の子供たちのためにって言って出しますっていう人もいるしさ、うん、そうだよな、うん、うん、その映画でもできたけどさ、うん、23歳の女性でさ、うん、子供がいるんだよね、何歳ぐらいだろうな、5歳ぐらいなのかな、うん、で子供がいてさ、女の子いて、うん、で自分はもう本当1日日当が300円だか500円だか、うん、そんなで働いてるわけ、うん、ね、で一緒にまあ労働運動もするんだけどそんなのよく聞いてくれない、もうすごい暴力にあってさ、うん、あひどい目にあったって言ったな、うん、で子供に対してはさ、うん、やっぱり自分と同じような思いしてほしくないと、うんね、やっぱりあの勉強もしなくちゃいけない、うん、学校行ってほしいっていうことでさ、うん、おじいちゃんおばあちゃん預けたのかな、うん、うん、それで学校へ行かせてもらうと、うん、だから1年に1回しか2回しか会えないような状況でさ、うん、でもさ私はその、ね、あの子がね、まあ公務員になったりとかね、うん、要するにまあ、もっといい生活ができるように大人になったら、うん、私は会えなくても我慢して、うん、一生懸命働いてこの子育てましたって胸を張れるんだっていうのね、うん、23歳だよ、うんうんうん、そう言ってたよ、うんうん、だから なんかね、まあ、うん、本当に我々はなんとか浮かれてしまってるけどね、うんうん、そういう現実があるっていうことをね、うん、やっぱりこうああいう映画だけどさ、うん、見せてもらってさ、うんうん、いろいろ考えたよ、
でもさ、日本の中にも貧困があるんだよ、うん、そう分からないけど、うん、あるよね。日本の中にも今すごい貧困があって、うん、今あちこちでね、その貧困から子供を救えってやってるでしょ、うん、子供食堂とかさ、うん、そうそうそう、ね、300円でご飯食べれるとかって、うんうん、やっぱなんとかならなくちゃいけないね、この世の中今ね。そうだよね。だから本当、うん、この間のヤスさんのさ、うん、橋本さんの話じゃないけどさ、うん、やっぱコミュニティでね、うんうん、小さな、うん、こうあの中でさ、うん、お互いが助け合っていくという形をね、うん、取っていかないと、うん、だからもう国にどうこうしろとかさ、うん、まあ企業、大きな企業にどうこう行ってもさ、うん、それはなかなか動かないよ、うんうん、それよりはやっぱり個人レベルでさ自立するしかない、ね、その辺でまああの小さな助けをしながらさ、うん、生きていく、あんまり大きな、なんな、あんまり欲を持たずに、うんうん、ということじゃないかなと思うね、うん、それがまず一番できることね、自分たちにね。そうだね、まあいろいろ考えされるね、本当だね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。